はいどうも、白石秀則です。8月11日ワンピースデイ、こちらで親交のある大月真紀さんと BE:FIRST が同じ日にライブするメモリーズで旬と真紀さんと一緒に歌わないかなみたいな動画をですね、興奮の中仕事終わった後作ってですね、公開している隙にですね、なんとゲリラ的に BE:FIRST ジュノン、フレーバーオブライフ、宇多田ヒカルさんの曲バルコニーで歌ってるやつ、私ね、これ、Hulu の方で見させていただいたんですが、共有できるということで、一緒に見ていきたい。いいね、やっぱ、ちょいちょい出してくれるね。さあ、このね、ちょっと、外の音もしっかりね、外音っていうんですか、入れてるところがね、またね、ちょっと身近に感じていいんですよね。というわけで、早速、ジュノン、フレーバーオブライフですね。ギターは宗志イットさんです。さあ、いきます。せーの、ポチリ。俺も観葉植物買おうかなっていう思いにさせられたな、これ。ありがとうと君に言われるとなんてか切ない、かすれファルセットがいいね。後も溶ける魔法を淡く色に変え The flavor of life The flavor of love 友達でも恋人でもない中間地点で収穫の日を夢見てる青いフルーツ、あと一歩が踏み出せない、これぐらいの声もいいのよね、ジュノン。じれたいのなんのってベイベー、 ありがとうと君に言われるとなんだか切ない、さよならの後も溶ける魔法を淡く色に変え The flavor of life The flavor of life、yeah. もうほとり肌立った。急にスケール外しのそのおぶりが入ってくるっていうのがソーシットさん、いいよね。ソーシットってすげえ言いにくい。ソーシットさん、ソーシットさんもすげえかっこいいよね。ちょっともう一回見る。このね、この前イエンタウンバンドの愛の歌も歌ったじゃないですか。基本なんかね、カバーするときしっかり出すんだよね、ジュノン。なんかこう、ミックスボイスとかウィスパーボイスに逃げない。もうしっかりグンとこう、出し切るんですよね。すごいなんかこう、曲に対するリスペクトを感じるんですよね。だからチャラさんもヒカルさんも、結構ウィスパーボイス使うんですけど、ミックスボイスもよく使うんだけど、ありがとうと、ここぐらいじゃない、最初ぐらいじゃない、なんてか切ない、このハスキーなファルセットもいいよね。後も溶ける魔法を淡く色に変え The flavor of life The flavor of life、 あ、もう細かいもんな。友達でももうこっから結構芯のある声が、やっぱドンシャリだからこのミッドボイスもすごいんだよな。
一歩が踏み出せないせいで。あーいいね、oh, yeah. かっこいい。冷たいのなんのってベイベー、 oh, I, ありがとうと君に言われるとなんだか切ない。さよならのしっかり息を使って後も溶ける魔法を淡く塗り替え The flavor of life The flavor of life、yeah. oh, yeah. わー素晴らしい。骸骨あんじゃん右の方。素晴らしい。お宝映像ありがとうございます。